ジャカ議長からこんにちはの時間です。このコーナーは、倉敷市から、ちょっとだけ、お隣的な感じで距離にして時間にして30分ぐらいですかね、毎月第1水曜日のこの時間に、矢掛町からこんにちはということでお話ししていただいてるんですけれども、今日はちょっといつものようにお電話をつないでるんじゃなくって、先ほどのイケメン2人に今度3人目のイケメン登場という感じで、負けてらっしゃいませんよ。矢掛町の総務企画課の赤澤翔さんお迎えしました。こんにちは。こんにちは。秘書広報室の主事でいらっしゃる翔さんなんですけれども、初めましてですよね、お会いするの、はい、やっとお会いできました。妻子さん、いやだけどやっぱりあれですね、私あのメールで打って、はい、あのお会いしたいわとかってぜひスタジオに行って言った甲斐がありましたわそう言っていただけると本当ですね。よく言われるでしょう、あの町の方、矢掛町の人に、赤澤さんってジャニーズ系ねって言われるでしょうほやっぱりね、なんとなく声で私想像してたんですけれど。あ、本当ですか。もう、はい、今日楽しくできそうです。すごいですね、そんなに褒めていただいて。いやいや、きちっとあのジャケットも着てらっしゃるんですけれども、はい、今日のお話、まあ、どんどんさっきのように赤澤さんを切るっていうようなわけにいかないので矢掛町からこんにちはですから、はい、この矢掛町のお話を伺わないといけない。そうですね、はい、残念ながら、いや残念ながらじゃなくてこれが本堂でございますので、聞いていただいても、翔さんのことはちょっと置いといてですね、また別の、あのコーナーで出てきていただくのはよしなんですけれども、矢掛子歌踊り。そうですね、はいはいはい、今日はもうその矢掛子歌踊りの PR を、はい、もうどうしても直接させていただきたくて、はい、熱入ってますね、はいはい、ありがとうございます、矢掛子町から、はい、今まさに矢掛の夏のあんどん祭り開催されていますよね、はい、見に行きました。私実は来ていただいたんですか。はい、そうなんです。どうして声をかけてくれないんですか恥ずかしいじゃないですかまたメールしてくださいよ。いや案外ね、私、はい、メールあっさりしてますでしょ、はい、昔の人間ですから結構皆さんメールパパパパってやりますけど、そうですよね、必要なことだけをね、うん、ちょっとするだけでね勘弁してもらってるんですけど、はあ、どうぞ、そうですね、まあ、7月の18日からですね、もうだいぶなりますね、まあ、夜影夏の行燈祭というようなものを開催してまして、うんうん、夜影の商店街にの店先に、はい、まあ、約150個の釣り行燈を吊るしてですね、はい、まあ、幻想的な雰囲気の街並みを今展開しているというところになりますね、うん、そうですよね、あれね、はい、翔さんね、はい、見せてもらってて工夫されてるのがその行燈の、はい、あの絵っていうのか、なんか写真のようなの。そうなんです。あれはあれ独特ですね。切り絵なんです。あ、はい。で、矢掛のその切り絵同好会という、はあ、まあ、団体さんが、はい、まあ、協力してくださって、はい、矢掛のその街並みとか、はい、まあ、施設とか、はい、まあ、伝統的な建物とかを切り絵で表現してくださって、はあ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 、あそこに立ってると。でもその横に書いてあるの文字も見られました。文字ももちろん。はい。あれは矢掛高校さんの書道部の皆さんが、はい、達筆ですよね、はい、書いていただいたのを安堵にしているという感じで、もただの安堵じゃないってところがまた一つ工夫として入ってるんですね。そう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 、で同じじゃないという。そうです、全部違うものを、はい、違いますよね、はい、つけてるんですね。やっぱりあの雰囲気に合いますね。あれは安堵自体も工夫されてるしね、はい、すごいなと思って見せていただいた。それを一つ一つ見ていただくのも一つ魅力かなとは、はいはいはい、思います。で今週末矢掛子歌踊りが開催されるんですか。そうですね、はい、8月の8日ちょうど今週末の土曜日ですね、はい、に安堵祭りを締めくくるイベントとして、うん、矢掛子歌踊りというものを開催します、はい、こちらはまあ着物姿の行列がですね、はい、先ほどまあ綺麗にこう幻想的に照らされた街並みを舞い歩いていくというような形の踊りになってますね。これはもうあの街並みで、もう先日日曜日私あそこ通ったばっかしですから、はい、もう想像つくんですけれども、はい、リスナーさんの中にもそれはそういう方いらっしゃるし、うん、もう実際に8月の8日ですか、はい、に行こうと思ってらっしゃる方も多いと思うんですが、この矢掛子歌っていうのは先日重森さんが、はい、ちょっと持ってきてくださったんです、重森さんのコーナーのところでね、あ、はい、これは復活したんですよね。そうですね、うん、60年ぶりに復活をしたという、まあ、去年から始まったものなんですけど、もともと地元の方々がその存在を知っていながらも、うん、はい、なぜか突然60年前から
歌われなくなったというかというもので、まあ、なぜかというのがおかしいんですけど、うん、突然に、はい、なぜか、まあ、その存在を知ってるので、うん、まあ、大創作をしてというところで音源をまた作り直して名曲が復活したと。そうらしいですね。ちょっと聞いていただきましょう。いかにもっていう感じですね。そのまあ、夜影小歌。そうですね。っていうね。歌詞ももう夜影のことをたっぷりと歌ってる内容ということになるので、そうですよね。非常に聞きやすい。そう、耳に残りますよね。とてもいい曲ですよね。はい、まあ、この歌をですね、はい、まあ、60年ぶりに復活させたということで、うん、まあ、そちらを残していこうというようなことで、うん、地元団体の方が振り付けを考案してくださいまして、どんな踊りなんですか。まあ、そちらの方が日本舞踊のですね、はい、動きを中心にしたような、まあ、優雅な舞になってまして、うん、まあ、頭にはちょっと傘をね、着て、まあ、白地の着物姿に女性の舞っていうのはもう想像もできると思うんですけど、やっぱりそしてあのアンドンですよね。そうです。それを背景に舞う姿っていうところがですね、非常に。どこも真似できないそのアンドン祭り、あのアンドン、 そうですね、そしてその踊る姿、うん、そして、まあ、なんか矢掛のあの町ならではですよね。そうですね、まあ、歴史的な町並みがあるからこそより、まあ、それが生えてくるかなというふうに思いますね、うんうん、今年は男性の方も混じるんですって。そうですね、調査入るんですか。私はあの取材の方で、はい、ちょっと忙しいですよね。カメラの方構えさせてもらうかなとでもなんか似合うような気がありがとうございます。うん、そうなんです。今年から男性の舞もね、はいはい、するようになりますので、見応えがさらに増すかなと思いますね。そうですか。見応え増すっていうと、はい、なんかやっぱりもうそれにプラスいろいろ盛り上げるってくださる、そうなんです、他の舞台も。はい、今年はですね、はい、まあ、ゲストではないんですけど、うんうん、まあ、あの小唄踊りの前にですね、はい、岡山県の警察音楽隊のパレード、はい、それから、まあ、高橋市のですね、はい、備中松山踊りの、まあ、キャラバン隊の方が駆けつけてくれてですね、はい、盛り上げてくれるんですね。なんかあの岡山県警の音楽隊のパレードも、はい、それからあの高橋市の備中松山踊りも、これもまたあのすごいんですよ、音楽隊の皆さんの ね、 そうですよ ね、 もうね、ご存知だろうと思いますけれども、はい、それからもう伝統のある備中松山踊りと、うん、これはにぎやかになるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、お見逃しのないようにと、なんか時間も教えていただかないといけないんですが、はい、まあ、音楽隊のパレードの方がですね、はい、まあ、夕方午後6時の方、はい、ありまして、まあ、それに続く形で6時半から備中松山踊り、はい、そしてメインの夜影小唄踊りが7時からというような形になってますので、うん、ぜひ6時前からお越しいただいてですね、たっぷり味わってほしいですね。昨年もあのちょっと昨年は天候に恵まれませんでしたけれども、そうなんです、ね、だけどあのカメラマンの方たちがものすごかったじゃないですか、はい、ちょっとお写真を拝見したら、そうですね、ぜひベストポジションを陣取って見てみたいと思うんですけどそうです、ね、それってどあの通りだったらもうどこでもいいってことですか。 やっぱりですね、はいはい、旧夜影本陣石池の前、はいはいに陣取ってもらって、まあ、そこでちょうどあの舞を披露するような形でしますので、まあ、そこにまず6時にまでに駆けつけといてもらえば非常にいいものが見れるんじゃないかなと。いいポジションが取れると。そうですね。それであのほら例のフォトコンテストね、はい、荒木さんの審査がある。 そう、それもちょっと最後に教えてください。はい、夜影夏のあんどん祭りと夜影小唄踊りというのをテーマにしたフォトコンテストを今開催しておりまして、まあ、連日すごいカメラマンの方でしょうでしょう、来られてしてるんですけれども、はい、なんとですねグランプリの方が賞金5万円となっておりまして、うん、まあ、地域のフォトコンテストの中ではかなり高額賞金になるんじゃないかと。自分がお好きな写真を撮ってそれで審査してもらって、はい、もしや5万円が手に入るかもしれないというね。そうですね、大変なことです。さらにまああの、はい、アラーキーさんというね、そうですよ、まあ、有名な写真家の方に自分の写真が見てもらえると、はい、いうことはもうなかなかない機会だと思いますので、うん、そうですね、はい、そういったところも、まあ、今回の安藤祭り、はい、非常に魅力かなと思いますので、はい、ぜひたくさんのご応募お待ちしてます、ですね、はい、8月8日
ぜひ矢掛町に行ってみてください。もうベストポジションはまあ6時までに行ってちょっと抑えるということが、もうすごい人で溢れますんでねそうですよね、あの通りにもう本当にあれだけの人ですから、ちょっとやっぱり早めに行って抑えた方がいいかなという、ね、ぜひカメラを構える方は、ね、朝からの陣取りはいらないと思うんですけど、まあ、朝から来ていただいてちょっとね熱中症も暑すぎますので、ね、気になりますからね、はい、その気持ちはわかりますけれども、はい、もうどうぞお出かけください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。今日は翔さん本当にありがとうございました、うん、また来させてください、どうぞあのおいでいただいてですね、はい、面と向かってこうお話しさせていただくっていうのはね、はい、楽しいことですよね。そうですね、また矢掛町からの発信をよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします、はい、ありがとうございました、矢掛町総務企画課の赤澤翔さんでした。ありがとうございました。矢掛町からこんにちは、このコーナーは矢掛町の提供でお送りしました。